俺だ。おはようございます、神田です。毎日オフシーズン動画を1本アップすると言った割にいきなり昨日動画を上げれず申し訳ございませんと、冒頭からまさかのね謝罪から始まっていくことになるとは神田も予想していなかったんですけども、仕事がバタついて動画を撮影することができず昨日ねアップできなかったんですけども、まあ、これ以上言うと言い訳になりますので、本当に皆様申し訳ございませんということで、今日はですね、昨日松橋監督の記者会見が行われたので、まあそれを見て、まあ神田はリアルタイムで見ることができなかったんですけども、仕事終わって落ち着いて松橋監督の記者会見を拝見させていただいて、まあそこで神田が思ったことを、まあ今日ね、この動画でお伝えしていこうかなと思います。あくまでも神田が思ったことなので、まあ、神田何言ってんだとか、全然違ったこと言ってるぞと思う方もいるかもしれませんが、あくまでも神田が思ったことをお伝えしていこうかなと思いますので、批判、誹謗、中傷の方はご了承くださいということで、で昨日ね、松橋監督が、冒頭で、選手とあまり大きな衝突したことはないけどもとおっしゃっていましたが、まあ多少なりとも意見のぶつかり合いみたいなところはあったのかなと思いました。まあ30人の選手のベクトルを同じ方向に向けることに最初はかなり苦労されていたのかなと感じました。まあ、J1 行くぞとか絶対 J2 優勝するぞということを積極的にあまり言いませんでしたともおっしゃっていたので、まあ、ベクトル、チームの指針はこういうことだよと、まあそういった指針を向けていくことに集中していて、最後はやるのは選手、君たちだよということを、そういった選手の自主性を重んじながらやっていたのかなと。選手が間違った方向に向かおうとすると、まあお父さん的な立場、まあ父親的な立場と言ったらおかしな言い方かもしれませんが、そういった感じで接していたのかなと思いました。伊藤選手がテレビ出演した時に松田選手にペヤングを持たせた写メを撮り、松橋監督が LINE グループにいないと思って送ったら、一番最初に松橋監督から怒りのスタンプが送られてきたとテレビ出演された時にエピソードを語っていました。その時に伊藤選手は久しぶりにラーメンを食べた、堀米選手もラーメンを食べるのをやめて奥さんの手料理を食べてコンディション維持に心がけていたと何かのインタビューで答えていました。まあ、昨日のツイッターでも久しぶりにラーメンを食べるみたいな投稿をされていましたし、高木選手もテレビ出演されていた時に差し入れ何がいいですかというサポーターからの質問に対して体にいいものをお願いしますって答えていました。まあ、これが松橋監督が最初に作り上げた土台なんじゃないのかなと神田は感じました。もちろん先日ポジショナルプレー、ポゼッションと松橋監督、スタッフの方は目に見える部分の数字は今シーズン新潟が圧倒していたと思います。なぜ圧倒できたかというと、常日頃の生活が大事だということを浸透させたかったんじゃないのかなと思います。J1 昇格、J2 優勝するためにラーメン、カップラーメンを食べてそれが達成できるのか、ハードなリーグ戦で常にベストパフォーマンスを出せるのか、
常日頃から意識して生活して過ごしていかないと目標は達成できないよと。口だけで J1 昇格、J2 優勝というのは簡単。それを行動に起こして、それを実現するためにどういう考え、どういう意識を持って一日一日過ごさないといけないのかということを浸透させたかったんだと思います。それは練習でも常に求められていたと思います。オシム監督が千葉の監督を率いてた時に練習を見学した時が神田はあるんですよね。まあ、何回か見に行ったことがあるんですけども、千葉の選手がアップでボール回しの時に、まあ、リラックスして全員がやっていたと思います。これはどこでもよくある風景だと思います。まあ、笑いながらというか、まあ、談笑しながらパス回しをするということは。そこでとある選手がアップが始まって2分ぐらいでミスをしたんですよね。その時にオシム監督は通訳を通して、お前何やってんだと、走ってこい今からといきなり選手を怒っていました。その選手が走り終わって全体の練習に戻ろうとした時に、オシム監督は試合で開始2分で同じようにミスをして点を取られたら、お前は責任を取れるのか、もう始まっている戦いは責任を取れないならまずは練習で示せとひどく怒っていました。松橋監督はオシム監督みたいに怒る感じの監督ではないと思います。ですけども考え方は同じなのかなと。練習で常に最高のパフォーマンスを出すために何が必要なのか、それは食事だったり生活習慣だったりするんじゃないのかなと。サッカーの練習って長くて2時間半ぐらいだと思います。残りの21時間半はプロサッカー選手として過ごしなさいということを松橋監督はチームの指針として抜けようとしていたんじゃないのかなと思いました。あとは一つ一つ積み重ねていくことが大事だということを、まあ、常に伝えていたと思います。前の松橋監督の凄さをお伝えした動画でも神田は言いましたが、戦術や技術を直接指導していたと思うんですよね。まあ、もしかするとあまりね、指導するという立場じゃなかったかもしれません。指導してしまうとどうしてもね、そこに集中してしまうんですよね。で、松橋監督は会見でちょっと先を見ていたということもおっしゃっていたんですけども、全体を把握することに力を注いでいたんじゃないのかなと思いました。選手の反応、コンディションなど一歩引いたところから常に見ていたと思います。少し離れた立ち位置から些細な変化を見逃さないようにしていたんじゃないのかなと思います。ミーティング中に後ろから選手を観察していたっていうことをおっしゃっていたので、まあ、こういう部分につながってくるんじゃないのかなと、聞いていて思いました。メディアでは多くは語らない松橋監督ですが、メディアを通じて選手に情報を入れたくない、与えたくないということを常に考えていたんじゃないのかなと思います。メディアからではなく自分の言葉でしっかり伝えたいんだろうなと、誠実感あふれる監督さんなんだろうなと、この記者会見を見て改めて思いました。来シーズンの巨匠について競技中とおっしゃっていましたが、松橋監督がチームフロントについて思ったこと、チームフロントの思いを今すり合わせているんじゃないのかなと思います。松橋監督のことだから感情で動いてすぐ来年やりますというのではなく、自分はこういう考えで J1 を戦っていきたいんですけども、チームフロントの考えはどうなんですかということを今伝えているんじゃないのかなと感じました。まあ、今シーズンはねオフが長いので、まあ、そこもねしっかりチームフロント側とすり合わせてね、行くことが大事になってくるんじゃないのかなと神田は思います。そして松橋監督、チームフロントが納得した上で来シーズンに向けてアルビレックス新潟が補強、そしてチーム作りをねまたやっていきたいなと、やっていってもらいたいなと思います。まあ、今期ねやっていったことは、間違いじゃなかったと思います。まあ、松橋監督もそれはおっしゃっていたので、これを進化させるため、そして変化させるためにどうやっていけばいいのか、まあ、そこを時間をかけてゆっくりね協議しながら、話し合いのもとに、推し進めていきたいんだろうなと昨日の記者会見で思いました。まあ、プロの監督は監督になった時点でいつ解任されるかわからない、
首の皮1枚つながっている状態と言ったらいいんですかね。まあ、神田が言うとおこがましいことなんですけども、想像を絶する目に見えない戦いをしてきたと思います。今シーズンはかなり松橋監督そしてスタッフの方お疲れになってるでしょうけども、今はねゆっくり休んでしっかりね、決断してほしいなと思います。まあ、神田含めて、アルビレックス新潟のファンサポーター新潟県民の皆様も来シーズン松橋監督の続投は望んでいると思います。そこを、松橋監督の口からですね、聞けることを神田は楽しみにしながら、今はねおとなしく静観しながら、その朗報を待っていようかなと思います。まあ、本日はちょっとね、神田の意見というか思いを語らせてもらいましたが、熱く語らせてもらった部分、またね何言ってんだという方もいると思いますが、まあ、こういったことを松橋監督が今シーズンアルビレックス新潟の選手たちに、浸透させなかったんじゃないのかなということを、まあ、お伝えさせていただきました。なのでそれが今シーズン圧倒的な数字が出ている部分につながっているんじゃないのかなと、神田は松橋監督の記者会見を聞きながら、思いました。今日は夕方もう一つですね、コーナーキックについての動画を上げていきたいと思いますので、よかったらそちらの方も見てください。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。